ん、リハできない曲とかも出てくるからシャッフルとかもあるからちょっと頑張ってください。それでです。MC からダンスの立ち位置とか振りとか役割全て背負ってたんで、だから倒れたんだなっていうことが思ってしまって、申し訳ないなと思って。高見な具合悪いんだからふざけんじゃねえぞ。高見な具合悪いんだから行くよ。スタッフが仕入れた佐藤ゆかりの噂、はい、佐藤は大島優子を激怒させた、VTR あります。あるんですか。高見な具合悪いんだからふざけんじゃねえぞ。高見な具合悪いんだから何あれ、怒られてんの。怒られてるんですよ。なんかコンサートが確か3日間ぐらいあった時に、その SDN だったんで2日目から参戦だったんですよ、はいはい、そしたら1日目にどうもなんかこう秋元先生にすごい怒られたらしくて、コンサートで、で高見菜もちょっと具合悪くて倒れちゃったりとかしてたっていうのを全く知らなかったんですよ。で2日目になんかストレッチとかしてて、高見菜がなんかダンスの練習してたんで、高見菜とか言って踊りなよとか言ってやってたんですよ。踊って踊ってとかやってたんですよ。そしたらめっちゃ優子から怒られたんですよしかもあれがちょうど映画の CM にも使われてて、ね、誰なんだろうな、もう 誰に怒ってんだみたいになったでしょ。この人だった。本当ごめんなさいと思って。まあ悪気はないもんな、お前もな。でそしたら私がすごい怒られてもう涙出ちゃったんですよ。そしたら横で野呂ちゃんが知ってるよって言ったんですよ。全ての守ってくれたんです。守ってやったの。肩組んでふざけちゃってたから知ってるよって言って、そのままごめんねって言って、ごめんねごめんねとか。でも知ってるよって言ったら知ってるのにやってんのかよって言って、とりあえず逃げたんで、逃げたんですよ、うちらは。怖いだろ、あんな怒られたら。てめえバカかよブスって言われるもんね。言ってた、そんな言い方ないよね。ひどいですよね。ひどいですよね。もうね、多かったですよね。あんな感じで怒ることある？後輩とか。後輩にはないですね、うん、だって怖くてビクビクしちゃうじゃないですか、うん、足が言ったら特に、うん、だから同期とか、うん、逆に春菜にはそうやって怒ることはあっても、絶対年下はないです、ない、うんうん、小島さんは怒ることあるの。あります、しょっちゅう。そう、だらしないっつって、だらしないっつって今日もレッスン来なかったんで、来た瞬間、うん、どこしたのっつって、あ、怒ったよ、怒ったわね、今日ね。よく怒られる、怒られる、うん、逆に怒ることないの。ないです。歌がちょっと変だったね。厳しい、歌厳しいよ。もうそれしか言えないです、本当完璧なので。いやいや、本当にないですけど、なんか一生懸命、うん、篠田さんと俺だったらどっちが怖い。手挙げてもらっちゃう。篠田さんの方がちょっと怖いなって思って。あら、いやいや、やっぱ有吉さんね、今の顔見た、みんなの見てなかった、ね、あげたらやべえぞ